わしの負けだ。しかし勇者よ、なぜお前は戦うのだ。堕落した都を討つは天意。お前には関わりのない、愚か者が滅びるだけだ。殿、よく都を救ってくれた。この度の戦は愚かな世に下った神罰である。貴殿がおらねば市民ともども滅亡するほかはなかった。この度のことは我らに下った神罰、私も王も今より心を入れ替え、この地が良き都になるよう働きます。見れば貴殿も負傷されたご様子。この地にとどまって都の再建に力を貸してはくださらぬか。よったっての願いですじゃ。勇者よ、我はこの娘の守護者、太陽神ソルジャ。その子は生まれてから今日に至るまで聖なる光の中で育ち、現世の汚れを一切知らぬ無垢な魂を持つ者じゃ。たった今何時にその子を授ける？その子が生きるも死ぬも、またいかなる人生を送るかも、すべて汝次第。すべてが汝にかかっておるのだ。そう、すべてがな。では頼んだぞ。我は常に天上にありて、汝ら父子を見守っているぞ。旦那様、おはようございます。羊のキューブ目にございます。お嬢様は本日もお元気です。早速お嬢様の今月のスケジュールを決定してください。お父さんの故郷ってずっと遠くの東の国なんでしょ。一度行ってみたいな。旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか。その方針だと月々の食費は80ゴールドかかります。体力が向上するでしょう。はっ、かしこまりました。来月からそういたします。いらっしゃい。おいしいごちそうを食べていきな。どの料理にする？生クリームをたっぷり使った甘いケーキだよ。ケーキの値段は80ゴールドだよ。
おい、ほっぺたが落ちないように気をつけな。いただきます。ごちそうさま。美味しかったわ。毎度、80ゴールドになります。はい、ここは雑貨屋ですよ。名匠の手によるかわいいお人形だ。見事な出来だろう。お人形の値段は120ゴールドだよ。はい、ありがとう。娘さん、王様の居城に何の用かね。お城の方々に面会に来ました。ほう、今のうちから人脈作りか。まったく近頃の娘ときた。まあいい、お前にアドバイスしよう。面会する相手は偉い人ほど効果が高い。しかし偉い人はそう簡単には会ってくれん。どうすればいいの？なんといっても礼儀正しくすることだ。偉い人ほど礼儀作法にうるさいからな。お嬢さん、道化師などは城の笑い者、関わり…話し下手の小娘と喋る趣味はないね。スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。武者修行の行き先はどこにしますか？はい、スケジュールに組み込みます。よくいらっしゃった。この年よりは古式にのっとった宮中礼儀作法式典を伝えるもの。人は礼を生み、礼に従うことで野蛮人から文明人に進化した。わしが知る古今の礼法をゆるゆるとお伝えしよう。ではまた会いましょう。わしは謝礼を持ってこの子には何も教えませんぞ。お嬢様、恐縮です。では、今日から家のお仕事を手伝っていただきます。わからない。いやー、お嬢様、なかなか頑張りましたね。おかげで僕も助かりました。
ありがとうお父さん、大切に使うわ。旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか。教会へよくいらっしゃいました。教会では一口100ゴールドで寄付を受け付けてます。そうですか、残念。来たね、今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなっても大したことないぞ。女性に一番大切なものは気品だと思うね。武者修行の行き先はどこにしますか。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。スケジュールに組み込みます。いいんですか、武器も防具も装備しないで。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。スケジュールに組み込みます。また家事手伝いですか、お嬢様。私も楽ちんで助かります。いやー、お嬢様、なかなか頑張りましたね。おかげで僕も助かりました。旦那様、残念ながらお当家は財政難でお小遣いは無理でございます。行ってきます。ただいま。楽しかった。子守っていうのはそう難しい仕事じゃないわ。でも人様の子供を預かるんだから気を抜いちゃダメよ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。お嬢様、今年も収穫の季節がやってまいりました。都では天地の神に感謝を捧げる収穫祭が行われます。収穫祭では舞踏会、
ダンスパーティー、芸術祭、お料理コンクールのいずれかに出場できます。日頃の鍛錬の成果を試せますよ。あ、それから旦那様、お城から今年度分の報酬が届いております。500ゴールドをお嬢様の養育費に充てさせていただきますね。私、胸が大きいのが悩みなの。旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか。その方針だと月々の食費が30ゴールドかかります。無理のない食生活が送れます。はっ、かしこまりました。来月からそういたします。いらっしゃい。お嬢さんに似合う素敵な洋服はいかが？暑い夏は夏服で涼しく過ごしたいものですよね。夏物の服のお値段は70ゴールド。ありがとうございます。早速仕上げてお届けします。はい、雑貨屋ですよ。魔法ができない人はお薬に頼らなきゃね。回遊丸の値段は30ゴールドだよ。毎度ありがとうございます。来たね。今度は誰に会いたいのだ。ん？私に誰が会いたいって？騎士さん、こんにちは。私、あなたとお話ししたいの。残念だが、君のような礼儀知らずと口を聞く暇はないね。いらっしゃい。おいしいごちそうを食べていきな。どの料理にする？酔いを使った健康的なシーフード料理だ。魚介料理の値段は120ゴールドだよ。おい、ほっぺたが落ちないように気をつけな。いただきます。ごちそうさま。美味しかったわ。毎度、120ゴールドになります。いよいよ国一番の料理人を決める日が来ました。疲
作る料理は自由。ただし太陽が西の城壁にかかるまでに完成させること。下ごしらえの材料も持ち込み可です。ではどーいどん。はい、時間です。では審査員の方々に試食していただきましょう。あー、たまらんねこりゃ。お口の中でふんわりと、この足を試すつもりか。ああ、腹いっぱいじゃ。ささ、受賞者を発表せよ。はは、では結果を発表しましょう。今年のお料理ナンバーワンはこの料理に決定。やれやれ、なんとか面目を保てましたわい。指まで舐めちゃう美味しさであった。余は満足じゃ。なお2位と3位の料理はこのように決定しました。いや、残念でしたね。ちなみにお嬢様の得点です。スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。公開デビューを目指す女の子にとって舞踊の腕は大きな武器となります。しっかり学びなさい、自分のために。今回のレッスンは今日までです。授業料も払えないようでは将来は真っ暗ですよ。また家事手伝いですか、お嬢様。私も楽ちんで助かります。いやー、お嬢様、なかなか頑張りましたね。おかげで僕も助かりました。ありがとう、お父さん。大切に使うわ。来たね。今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなっても大したことないぞ。女性に一番大切なものは気品だと思うね。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。武者修行の行き先はどこにしますか。
ルに組み込みます。いらっしゃい。教会での労働はすなわち神に自分の身を捧げること。働けば働くほどにあなたの心は洗われていくでしょう。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。旦那様、残念ながらご当家は財政難でお小遣いは無理でございます。行ってきます。ただいま。楽しかった。私が王宮絵師のフィルキンスだ。絵画を通じて芸術の神奥を教えよう。これで今回の講座を終わり。お金をちゃんと持ってきなさい。お金を。女の子ですもの。お料理は得意よ。卵焼きとかサラダとか。今日も一日元気に頑張るわ。いらっしゃい。武器も防具もいいものが揃ってるよ。来たね。今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなっても大したことないぞ。女性に一番大切なものは気品だと思う。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。戦いは剣のみにあらず。頼らぬ格闘術の極意は攻撃をギリギリでかわす体術の得意や、これはあらゆる格闘技に応用が効く戦いの基本技。これでひとまず格闘術の訓練を終わる。精進を怠るな。こんなことは言いたくないが、お金を払うことも大事。でないと私が。わしが心当たりの農場の地主、ボンオレじゃ。農地はわしのもんじゃが、作物は天からの授かり物じゃ。真面目に世話せんと罰が当たるぞ。おうおう、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払ってやろう。ほれ。楽しかった。
さん、今忙しいの。また後にしてね。旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか。ここはいいんだ。はい、雑貨屋ですよ。難しい書物を読むと賢くなるのよ。やっぱ人生勉強が大切よね。書物の値段は120ドルドだよ。やだ、お金足りないわよ。来たね。今度は誰に会いたいのだ。やあお嬢さん、新年おめでとう。新年おめでとう。あなたはお城で何のお仕事をなさってるの？そうそう、お城の見回りさ。怪しい奴がいないかどうか見張ってるのさ。まあ、大変ね。いや、そうでもないよ。大した仕事じゃないさ。あら、ご自分のお仕事をそんな風に言うものじゃないわ。どんな仕事だって一生懸命することが大切よ。そうだね、君の言う通りさ。ごめんなさい、生意気言って。これってお父さんの受け入れなの。立派なお父さんなんだね。今日は楽しかったよ。私も楽しかったわ。今日はもう帰らなくっちゃ。僕は1月だけしかお城にいないんだ。次に会えるのは来年の1月。また来るって約束してくれないか。ええ、約束するわ。また1年後に会いましょう。組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。また家事手伝いですか、お嬢様。私も楽ちんで助かります。お嬢様、なかなか頑張りましたね。おかげで僕も助かりました。いらっしゃい。今日も神の下で奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。行ってきます。ただいま。死んだ私のお母さんってどんな人だったのかしら。旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか。来たね。今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなった。女性に一番大切なものは気品だと思う。旦那様、ただいま赤字ですので授業料が払えません。旦那様、
ただいま赤字ですので授業料が払えません。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。内神都で一番おいしい料理店バルボンの台所だ。俺の名前を汚さないよう元気で真面目に働け。バカ、もっと真面目にやれ。給料はやらん。行ってきます。また家事手伝いですか、お嬢様。私も楽ちんで助かります。いやー、お嬢様、なかなか頑張りましたね。おかげ。死んだ私のお母さんってどんな人だったのかしら。私、胸が大きいのが悩みなの。来たね。今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなってもわしなんかよりもっと偉い。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。ここは旅人の泊まる宿屋だ。心のこもったおもてなしこそうちのモットーだ。しっかり働いてくれ。ご苦労さん、よく働いてくれたな。おかげで助かったよ。ご褒美だ。なんと5割増しだぞ。旦那様、残念ながら行ってきます。ただいま。楽しかった。この仕事は1にも2にも体力よ。働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。